こんにちは、ウプ主のイワシです。前回の動画は多くの方が見ていただけたようで、何よりです。そして、年が変わって1月の3日、また別のメンバーでアマングアスを遊んだので、その様子をお届けします。メンバーは、ご覧の通りになります。また超大型コラボになってるよ。で、前回とは違って、3種類のマップで全部遊んでみることになりました。前回は一度もインポスターにならなかったので、今回は1回ぐらいなればいいな。うへいえ、一発目からインポスターかよ。確かになりたいって言ったけどさ、なりたくはないのよ。いや、どっちだよ。といいインポスターってどうやって立ち回ればいいんだろろろろ。とりあえずビジュアルタスクをやってる人を観察するクルーの真似をしよう。そうしよう。ずっとクルーをやってて思うのは、やはり電気を消した時がキルのタイミングだと思うんですよ。なのでみんなについていきつつ、電気を消してタイミングを見計りたいところ。ということで、おどおどしている私の様子を倍速でお届けします。こうやって録画を見返してみると、ほんとビビりながらやってるなーって思います。まあ、私は別にそこまでビビりじゃないですけど、これが初回だから様子見しているだけですけど。よし、ここいらで電気を消そうかな。で、電気復活させる場所、目の前やないかーい。確か酸素を復活させる場所と勘違いしていたんだったかな。これはやっちまいました。とりあえず電気を修理してなかったら怪しまれるので、自分で消した電気を自分で復旧させるぞ。というごたごたをやっている間に、トライピオさんがワンキルしてくれましたね。これはバレてないのでは？さて、死体が発見されたようですが、わかるかな？どのあたりでした？エレクトリカルの上のあたりです。あれ、トライピオさん自分で発見をしたんだ。少なくともラギさん、シルシラさんはビジュアルタスクやってたから白ですよね。私はその二人と一緒にいました。エレクトリカルの入り口に今豚野郎、います。私電源直してました。で、その時に、イワシさんとトライピオさんが同じ部屋にいたんですよ。だから二人のどっちかはインポスターだと思います。なるほど。となると二人のどちらか、もしくは両方がインポスターか、あるいは魔球さんが嘘をついているかですね。じゃあその三人をローラーで釣っていけばいいかな。ですね。そうしましょう。やばい。魔球さんを釣ってくれ、魔球さんを釣ってくれ。よし、じゃあ、あいうえお順で釣ろうぜ。その後、合計4回インポスターになりまして、その4回とも、あいうえお順で早いからってだけで釣られました。もう二度とインポスターやりたくない、という以前に解明したい。ということで、残りはクルーだった試合です。今度は別のマップになりました。基本ルールは同じですが、部屋の構成が変わってるので戦い方も変わってきます。特にこのデコンタミネーション区画では、消毒のために、部屋がドアで仕切られます。これによってメンバーが分断されるので、注意せねばなりません。ところで、この消毒のための区画、ウプ主が働いていた病院でもあったんですよ。中心静脈栄養っていう、1日分の栄養を大きな血管から点滴するお薬がありましてね。略語は TPN って言うんですけど、この TPN は血管に直接流し込むので、細菌汚染があってはいけないんです。ですので、TPN の調整を行う専用の部屋があって、そこに出入りするときには、全室でエアジェットによる清掃を行います。ちょうど、このアマングアスでやっているようなことを、調整前に行うわけです。最近は、調整せずとも使える、キット製剤があるんですけど、どうしても、電解質を追加で補給したいとか、タンパク質が足りないとか、キット製剤で解決できない場合もありまして、そういう時に、病院の薬剤師が無菌調整を行うんです。なんで私は、アマングアスコラボ実況で、お薬の解説をやっているんだ？さっきの映像はお薬トークのためだけに用意した映像なので、サクッと次の試合です。今回も私はクルー、頑張って勝つぞ。それじゃまず最初に、マップでタスクの場所を確認だ。まだマップを把握しきれてないですが、みんなそうなので条件は一緒だ。よし、それじゃあっす。いや、早すぎでしょ？早すぎ。私先に進もうとしてちょっと離れてました。私はフニチカ先生を追っかけてました。私も移動しようとしたところです。そもそもどこで死んでたの？最初のスタート地点ですよ。ちょっと状況を整理しましょう。私の近くには緑とオレンジがいて、あと一人誰かいたけど思い出せない感じです。
ごちゃごちゃしすぎてわからんかったな。私の近くにいたストライピオさんじゃないと思います。みんなスタートしようとわちゃわちゃしてましたからね。マップ開いてて見てなかったな。いやわからないな。これはパスですかね。やっぱ固まらない方がいいですね。とりあえず今回はパスで。パスですね。え、なんでバレてないの？え、いやちょっと動揺を隠せないんだけどさ。あんな大胆すぎる行動で誰にもバレてないってマジ？いやほんと信じられないんだけどさ。前回の眼球クソエイムからあんな神キルが生み出されるってマジなん？すげえ、インポスターになった豚野郎さん、めちゃんこ強いぞこれ。さて、幽霊になってしまったからには、自分のタスクをこなして見守るしかないか。今のも豚野郎さんのキルだ。これも固まってた時のドサクサキルだし、わからないかも。マジで学ぼうみんな。ちょっと、グシュって言ってましたよグシュって。私は離れてましたよ。私通路の一番前にいました。私が一番後ろでしたね。私も前にいました。私の見えてないところで殺されてる。私はちょうど真ん中あたりでした。殺されたタイミングは見ました。豚野郎さんが、スーッと前に行きましたね私。トライピオさんが後ろ？私後ろです。私と魔球さんが扉の手前でしたね。ラギさんどこにいました？私は豚野郎さんと同じぐらいのところにいて、あれ私の後ろ誰がいたんだろう。私は次の扉の前にいる感じです。私もそこです。私が最後方で死体を見つけたので、多分中盤ぐらいにいる人が怪しいんですよ。私次の扉の前にいる感じです。となるとラギさんが一番怪しいかなって。まあ場所的にはそうですね。ラギさんかな？フニチカさんが一番前で、確か豚野郎さんも前なんですよ。いましたね。確信はないけどラギさんかな。とりあえず釣っときましょう。バレずにキルした上に他の人に罪を着せた、だと？いえこれ当時のボイスチャットに沿ってセリフ入れてるんですけどね。ちょうどいいタイミングでラギさんの声が切られてたんです。ラギさんは気づいてたらしいんですが、強く主張すると逆に怪しまれそうだったんだとか。豚野郎さん以外に近くにいた人を思い出せなくて情報が出せなかったと話してました。その後、あと一人をインポスターがキルして2対2になり、人数条件をクリアしてインポスターの勝利となりました。とりあえず言えることは一つ。豚野郎さんは、インポスターになるとやばい。クルーでも、別の意味でやばかったけど。ということで、お楽しみいただけましたでしょうか？このゲーム以外にも、いろんなゲームをマルチでやっていこうよ、というお話になっているので、今後も、このようなコラボ実況が上がると思います。とりあえずとても楽しかったです。一緒に遊んでいただいてありがとうございました。では、ご視聴ありがとうございました。